今日はですね、僕の動画編集のことで打ち合わせがあるということで社長を家に呼んでます。はい、そして、まあ、これ嘘の企画なんですけど、社長が家に来た時に僕が急に社長の前で坊主にしだしたら社長がどういう反応するのかモニタリングをしたいと思います。前回の TikTok の動画で100万回再生いかなかったら僕は坊主するって言ったんですけど、まずさ、昨日 TikTok ライブでさ、はい、一昨日の動画さ、はい、あの100万回再生いかへんかったらさ坊主する言ってたやん。はい、来そうないねんけど、どうすんのこれ。いや、もう行かなかったらします。100万回再生いかなかったら坊主。はい、それはもちろん。ほんま男に2号台言ったで。はい、します。皆さん、付き人が100万回再生いかなかったら坊主するみたいなんで、はい、どうか坊主を阻止してあげてください。社長、多分ほんまにすると思ってないと思うんですよ。もう、ああどうせ口だけやろうみたいな感じだと思ってると思うんですけど、僕が坊主にすることによって社長の動画がちょっとでも伸びてほしいんで、社長の存在が世の中の一人でも多くの人に知ってほしいんで、僕は社長の前で急に坊主をしたいと思います。ということで社長が来るのを待ってみましょう。カメラをセットしたんで社長来るのを待ってみたいと思います。来ました。はい、開いてます。開いてます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。久しぶりやな。はい、久しぶりです。今すごいですね。うん、サロンメンバーからさ、はい、ブドウいただいてさ、あ、そうなんすか。一緒に食べようやと思って。ありがとうございます。すごい、今、いいブドウらしい。うーし、ありがとうございます。いや、久々やな。はい、なんか家っぽくなってるやん。そうなんすよ。ベッドできてるやん。はい、仕事部屋で。あ、そう。今日ちょっと急に Google レッシュしてすみません。なんなん。いや、なんか動画のことでちょっと相談があって。いいね。はい。ちょっと準備するのいいですか。全然。はい。あ、クリスティナ、たくさん置いてる。はい。俺の金の盾もな。はい。あるからね。ちょっとだけ待ってくださいね。全然。ヒゲソン。はい。あ、いやちょっと台風来てるな。めちゃくちゃ大雨ですね。あ、そやけどなんか俺の方が台風の目ってなんじゃない。それはまあ間違いないですけど、何の動画になるの。あにゃっ、ごめん、あにゃっ。え、どうした。え、どうです。え、なんで。いやいや、社長、僕、坊主する約束してるじゃないですか。聞いてたくないです。はい、ちょっと言いましょうか。ほんまや、ほんまにやんの。はい、ほんまにやんの。もう今、はい。え、ほんまや、ほんまにやんの。気合入ってんな。はい、ほんまにやんの。いや、いいよ、別に。いいんですか。え、いやいや、やっぱり男に言わない。有言実行っていうの、社長から日頃教わってきてるんで。確かに男として、どういう男が信頼されるかって言ったら、まず有言実行。はい、義理、皆様、家族、すりや、大事にすること。はい、だからまあそれは待って言ってるわって思ってたけど、はい、あんまりそれします。最近髪伸びてたらちょうどいいです。ちょうどいいです。はい、ボキブラね。これでもう社長の動画が1再生も増えたら、うん、もう僕はそれで幸せです。ああ嬉しい、はい、見ます。でも、はい、ほんま坊主で、はい、モテる男が本当の男だと思う。あ、確かにそうですね。そこを極めてみたいと思います。そうやね、はい、いいじゃん。ありがとうございます。なんかさ、はい、自分って結構ガタイいいからさ、はい、うん、坊主いいと思う、うん、ありがとうございます。似合うんだよ。でもそうやと思う。社長にそうやって言っていただいたらもうやる気しかない。もっと早くしたいんで、ちょっと静かにしまっていいですか。すごい、ポジティブ、ポジティブだね、ポジティブだね。すごいね、気合入ってるね。さ、はい、俺もやってみよう。いいですか。どういうさ、はい、感じの坊主にしたいのかあるんですか。今回は社長にもぜひやってほしかった。まあ人間三脚でね、はい、たまにね、写真の感じで。すごいガチじゃん。はい、この動画なんですけど、チュードリの大吾さんね。はい、いやー、地元一緒だけ。あ、そうそうですよね。わし地元一緒だけの。うん、渋いの、はい、大吾さんはモテる系の、はい、じゃけ大吾さん坊主ね。大吾カット、大吾ローカット行こうか。はい、間違いないでください。大丈夫です、はい、大吾ローカスキルト。はい、完成したぞ。ありがとうございます。はい、うわー、初坊主すっきりしました。どうですか、感想は。え、社長、んこれ何ですか。何、なんかマーク入ってるじゃないですか。お前が送ってくれたあの千鳥さんの大吾の方に、はい、マーク入ってたよ。いや、社長、あれは僕のスマホの再生マークですよ。あの千鳥さんの動画のはにゃ再生マーク入れたんですか、ここ。いや、勘弁してください、社長。え、こんなんじゃ僕、外出れないですよ。嘘。
こんなん僕嫌なんで美容室行ってきていいですか。いやもう全然いいよ。いいですか。全然いい。お金出してくれますか。全然何も出ます。タクシーも乗っていいですか。全然いいよ。いやもうすぐ行ってきます。もういやもう社長よし、美容室行ってきました。社長待ってるんで、社長にこの坊主姿を見てもらおうと思います。戻りました。お疲れ様です。お疲れです社長。ん、改めて今後ともよろしくお願いします。ちょっと待って、はい、すごいな、はい、気合い入ってるな。よろしくお願いします。ちょっと見せてもらっていいですか、はい。俺大丈夫。大丈夫です。大丈夫。はい、これ普通の生活支障出へん。いや社長、はい、足りないですよ。てか消してないやん、こっちも。気に入っちゃいました社長。ありがとうございます。すごいな、はい、すごいな。てかこの格好で美容院行くのもすごい。すごいな。はい、はい、再生してほしい。なるほど、それね、はい、再生回数を、回チューブのね、そうです、再生回数を増やせるように。はい、じゃあ一時停止。今後のこれどう、え、もうずっと残していくの。はい、これを僕のスタイルとします。なるほど、はい、じゃあ道で見つけてもすぐ分かる。分かるね。はい、分かりました。改めてよろしくお願いします、はい、お願いします。